わ、なんだその格好。台風の中呼び出され、びしょ濡れで向かった先で取引先の社長は大げさに驚いた。誰に呼び出されたと思ってるんだ。こいつには普段から頭に来ることが多かったが、ついに俺は堪忍袋の尾が切れた。だったら俺にも考えがある。俺の名前は高田。50歳で部品を作る工場を営んでいる。主に家電製品の部品を作っていて、特許もいくつか持っているのだが、特許部品でも今では使われなくなったものもある。時代の流れは早いので、時代にそぐわなかったり、新たな部品が出てきたり、古いと言われることもあるのだ。俺たちも自覚しているので、また新たなものを作り出す。それが最高に面白い。うちの職人たちは仲が良く、何でも話す。世間話の中で新しいアイデアが出てくることも多い。話せば話すほど、いろいろなアイデアが湧き、どれなら商品化できるか、と考えているのだ。今も新しい部品を特許出願している。そんな中、ちょうどこの特許出願中の部品を気にしている取引先がいた。それ、うちで独占的に使わせてくれよ。そう言ったのは取引先の二代目社長の榎本だ。榎本は俺より年下の40代、地元の工場で家電製品を作っている。先代とは古くからの付き合いで、以前の特許部品も独占的に使ってもらったことがある。しかし先代が亡くなり、この榎本が社長になると、経営方針が変わった。今までは、いいものを適切な値段で売るという先代の方針だったが、榎本は、コストを下げて大量に売る、いわゆる薄利多売の方針に転換した。おかげで大口の取引先もあると胸を張っている。それはその会社の方針なので、何とも思わないのだが、部品を作っているうちにまで無理な要求をするようになった。納期の短縮や仕入れ値の値下げを頼んでくる。最初は古い付き合いだからと受け入れてしまったのだが、要求がエスカレートするようになり、失敗したなと思った。従業員に負担を強いるわけにもいかないので、断ることもある。取引をやめるのがいいか悩んでいるところだ。榎本は自社商品を出荷する大手の取引先ができたと自慢していて、前よりももっと横柄になっている。そんな時に特許出願している部品を独占的に使わせろと言ってきたので、俺は首を横に振った。榎本はどうも上から目線で、俺のことを見下している節がある。部品を作っているうちは下請けで、自分の方が偉いんだということのようだ。そんな人間に、しかも独占的になんて使わせるはずがない。しばらくすると、ようやく特許を取ることができた。特許の取得には時間がかかるので、特許が取れた時には長年の努力が実ったとみんなで喜び合う。特許を取ると、いくつかの企業から問い合わせがあり、俺はその対応をする日々だった。そんな時、台風が近づいているというニュースを見た。相当な勢力だというので、前日までに納品のスケジュールを調整し、台風が直撃しそうな日は休業することを決める。ただ、俺は家も近いし、やらなければいけない仕事もあるので、出社することにした。従業員には、本当に気をつけてくださいよ、と言われ、俺はうなずいた。出勤すると雲行きは怪しかったが、まだ雨は降っていない。午後から雨風がひどくなるという。早めに仕事を終わらせようと思っていると、榎本から電話が来た。昨日納品された部品、間違ってるんだけど、と言われ、俺は焦って確認する。しかし、うちで納品したものは間違っていないようだ。榎本に話を聞くが、担当者が台風で出社していないので、詳しいことはわからないという。間違っているというのに、詳しいことはわからないとは、どういうことだろう。
俺が首をかしげると、とりあえずこっちに来て確認してよ。あと、この間の特許部品の話もさせてほしい、と榎本に言われた。もし本当にうちの納品ミスだったら大変だ。俺はそう思い、榎本の会社に向かおうとした。するとタイミングが悪く、ちょうど大雨になってくる。榎本の会社までは電車で10分。先ほどまで風が強いだけで雨は降っていなかったので、電車も動いているだろうと思っていたが、強風ですでに電車が止まっていた。バスは動いているようだが、次のバスがいつ来るかわからないという。歩いた方が早いかもしれない。俺は地図を確認して歩き始めた。結局、榎本の会社に着くまでにスーツはびしょ濡れ。1時間もかかってしまい、あたりはすっかり薄暗くなってきた。榎本を尋ねると、うわ、なんだその格好と大げさに驚かれた。他の従業員は出社していないようだ。俺は持っていたタオルである程度拭いて中に入る。榎本に言われていた納品物を確認したのだが、特に間違ってはいない。俺は少し苛立ちながら、すべて納品書通り、何も間違っていませんけど、と言う。榎本は笑いながら、ああ、そう。ならいいや、と言ってきた。思わず、は?と言ってしまいそうだったが、なんとかこらえる。榎本は自分だけ椅子に座り、特許部品の資料持ってきてくれただろう、と偉そうに口を開いた。独占的に使わせるというのは断ったのだが、榎本はこの部品を使わせろとしつこい。それなら一度資料を持ってきて説明し、適正価格での取引なら応じようと思った。うちは部品だけを作る工場で、榎本のところはそれを組み立てて出荷している。榎本にしてみれば、俺たちはただの歯車。自分の方が立場が上だとでも思っているのだろう。それは勘違いだと忠告する人間はいないのだろうか。まあ、榎本がどうなろうと知ったことではないし、こんな態度を続けていては、そのうち身を滅ぼすことになるだろう。忠告というのは、相手のことを思わないとできないのである。そんな時、俺のスマホに着信があった。榎本に断って電話に出ると、従業員の大村からだった。高田さん、まだ会社にいます?電車も止まり始めてるみたいだけど、帰れますか?と俺を心配している。大村は一番の古株で、俺の良き理解者だ。出社すると言っていた俺を気にかけてくれていた。俺が社長と呼ばれるのが好きではなく、うちの会社はみんな仲がいいので、社長ではなく、高田さんと呼ばれている。俺は大村に、榎本に呼ばれて会社まで来たことを伝える。商談中でしたか。申し訳ないです。あ、そうだ。もう暗くなっているし、電車は止まっていますよ。そこまでなら近いし、俺が愛車で迎えに行きましょうか、と言った。俺は榎本に聞こえないように、それなら、とあることを頼んだ。俺が通話を終えると、榎本はふんぞり返って椅子に座り、こちらを見ている。俺が榎本の前に行くと、あんた、そんなびしょ濡れのまま椅子に座るなよ、とじろりと見てきた。置かれているのはただのパイプ椅子だ。たとえ濡れても拭けば済むことなのに、座ることも許されないのか。俺が戸惑っていると、下請けは俺の言う通りにしてればいいんだよ、と榎本がニヤニヤしている。俺が困っていると、榎本は、特許部品、うちで使ってやるからさ、これで納品してくれよ、と見積書を渡してきた。以前、特許部品に関しては、榎本にも話をしているが、これは相場の半額で見積もりを出されている。さすがにこれは、と俺が言いかけると、榎本はそれを遮った。下請けに発言権はないんだよ。俺はその言葉にムッとして、
なんとか怒りをこらえたものの、次の言葉が出てこない。すると榎本は、それを断るなら今までの契約は白紙な。いきなりうちの仕事がなくなったら、お宅の工場困るんじゃないの？従業員も路頭に迷うよ、と言う。俺はなんとか声を絞り出す。それはこの特許部品の性能を認めていただけたということですか？榎本は答えた。これ話題になってるだろう。だったらうちでいち早く取り入れて話題性をかっさらう。性能とかそんなのはどうでもいい。売れるかどうかは話題性だよ。榎本の言うことには一理ある。現に榎本が社長になってからこの会社は話題性で利益を上げているのも知っている。でもうちは違う。話題にだけなればいいなんて思っていない。性能を最大限に活かせるものを作ってほしいし、本当に必要な人に使ってほしいのだ。榎本が言う数量では製造するのがギリギリなので、ほとんど独占契約になってしまう。それではこの特許部品を作り出した意味がない。何より榎本の提示する金額ではうちは赤字なのだ。どうしてもというなら契約を考えますが、この金額は無理です。俺はきっぱりと言った。すると榎本は鼻で笑い、うちは仕入れ値をこれより上げる気はない。断れば他の契約も白紙。昨日納品されたものもいらないから、そこの段ボール持って帰れよ、と言う。その瞬間、俺は我慢の限界に達した。俺は榎本を問い詰める。この話をするために今日呼び出したんですか？榎本は笑った。ああ、今日会社に誰もいなくて暇だったんだよな。それに誰もいない時に社長の俺が自らこの特許部品の契約をしたとなったら、従業員は尊敬するだろう。うちの社内でもこの特許部品は必ず仕入れたいって、この間担当たちが騒いでたんだよ。俺は眉間にシワが寄るのが分かった。だったら、あなたがうちに来るべきだったのでは？淡々と話すと、榎本は俺を見下すように答える。誰がこんな台風の中行くんだよ。俺はここで榎本の考えが分かった。もしかして、納品にミスがあったといえば、すぐに俺が来ると思ったんですか？商談をするために、ミスがあったと嘘をついて呼び出したということですよね。すると榎本は悪びれもせず、正解。案の定、俺の思った通りだろ？と言う。続けて榎本は、まあ、あんたも俺のおかげで、この特許部品の契約もうちとできるんだから、損はないだろう。と笑った。俺は渡された見積書を一気に破り捨て、何言ってるんですか？こんな無茶苦茶な契約、するわけないじゃないですか。と言うと、榎本は驚いたような顔で俺を見る。まさか、こんな契約をすると思ってたんですか？うちには何のメリットもない。むしろ赤字です。榎本はそこで初めて慌て出す。だったら、他の契約も白紙だぞ。榎本は無茶な金額でも、他の契約を白紙にすると言えば、俺が従うとでも思ったのだろう。でも、うちの会社は他にも契約しているし、榎本の思うようにはさせない。その時、会社の窓から一台の車が中に入ってきたのが見えた。俺は榎本に向かって笑った。では、一切の契約を白紙にしましょう。これらの部品も言われた通り持ち帰ります。あとは頑張ってくださいね。そう言って、部品の入った段ボールを持ち、会社を出る。おい、ちょっと！と慌てた榎本の声が飛んでくるが、俺は無視をした。会社を出ると、先ほど入ってきた車のドアが開く。高田さん、びしょ濡れじゃないですか！早く乗って！車の中から声をかけたのは大村だ。その瞬間、いきなりあたりが暗くなった。電線が切れたのだろうか、停電したらしい。すると、スマホのライトを頼りにしながら、榎本が中から出てきた。停電か？俺は暗いのがダメなんだ。取り乱した榎本は、俺と大村を見て、
ちょうどいい、乗せてくれ。と言った。俺は、嫌です、と反射的に言って車に乗り込む。俺が乗り込んだ瞬間、大村は無言でドアを閉め、車は走り出した。おーい!という榎本の声が聞こえたが、俺たちは無視をして走り去る。大村から電話が来た時に、俺は大村に通話を切らないよう頼んだ。こんな日に呼び出されるなんてただごとではないと大村も思ったようだ。すぐにわかりましたと返事をしてくれた。俺はスマホをポケットに入れていたので、榎本との会話は大村にも聞こえていた。もともと大村も榎本の無茶な要求に腹を立てていたので、今回の話を聞いて一層頭に来たという。アウトドアが好きな大村は愛車の四駆でこの台風の中駆けつけてくれたのだ。大村の家はここから近いので、車なら10分ほど。俺は窓の外に大村の車が入ってきたのを見て、榎本との会話を終わらせた。さすがにこの台風の中、部品の入った段ボールを持ち、歩いて帰るのは無理だったので、大村の機転に感謝する。ただ、停電は予想外だったし、榎本が暗いのが苦手というのも予想外だった。まあ、これも榎本へのささやかな復讐だ。翌日、台風も過ぎ去り、会社に行くと電話が鳴った。榎本からだ。昨日はよくもあんな真似してくれたな、と怒鳴るので、俺は冷静に答える。お互い様ですよね。そして俺は、暗いのがダメだと言った時の榎本の顔を思い出し、笑いながら問う。あの後、どうしたんですか?榎本は興奮した様子で、会社の誰に電話しても台風で出られないと言われてな。社員全員に電話をかけて、やっと部下が迎えに来たんだ。俺を見捨てた奴は全員給料カットだ。と騒いだ。この時、心底、俺には大村がいてくれてよかった、と思った。俺は榎本に、それで何の用ですか?まさか、それを言いたいだけじゃないですよね。これから商談なので時間がないんですけど、と言い、電話を切ろうとすると、榎本は慌てて口を開いた。商談って、まさか。俺は、とある企業が、特許部品を使いたいと連絡してきて、今からうちに来ると伝える。そこは榎本の会社からしたらライバル会社なのだが、名前を出してもいいと許可をもらっているので、俺は榎本に教えたのだ。そこって、うちのライバル会社じゃないか。と榎本は怒鳴った。うちがどこと取引しようと、あなたには関係ないですよね。では、そろそろいらっしゃる頃なので、失礼します。俺はわめいている榎本を無視して電話を切る。榎本の会社のライバルと言われている企業は、うちの特許部品を前から気にしていて、新商品を開発する段階でどうしても使いたいと言ってきた。話を聞いていると、この特許部品の性能も発揮できるし、何より適正価格で取引できる。しかも、榎本が契約中止にすると言ってきた部品も、この会社で使いたいと言ってくれたのだ。結果的に大口の商談になった。その後、俺は榎本の会社へ一方的な契約解除として損害賠償請求をした。すると榎本は、今バタバタしてるんだ。それどころじゃない。と慌てる。何があったか興味本位で聞いてみると、台風の日に俺が社員に電話をかけ、迎えに来いと言ったことがパワハラだとか、ふざけたこと抜かしやがって。慰謝料請求するだの、俺は社長にふさわしくないだの、そんな話が持ち上がっているんだ。という。榎本は誰かに愚痴りたいのだろう。損害賠償請求をしている立場の俺にまで、俺は社長だぞ、ひどい社員だよな。と愚痴ってきた。相当弱っているのだろう。ただ、俺には関係ない。今回のは引き金になっただけじゃないですか?普段から社員との信頼関係ができていて、適切な態度で接していれば、そんなことでパワハラなんて訴えないと思います。迎えを頼むのも、横柄な態度で迎えに来いとか、迎えに来ないとクビだとか、言ったんじゃないですか。榎本の回答はない。
おそらく俺の言った通りなのだろう。だったら仕方ないですよね。自分のやったことには責任を持たないと。うちの損害賠償請求はまた違う話なので、あなたの事情は関係ありません。俺たちのことを下請けだと馬鹿にし、上から目線で好き放題言ってきたんだから、社員に対する態度も容易に想像がつきますよ。いつか足元を救われるだろうと思っていましたけど、思ったよりも早かったですね。そう言って電話を切った。後日、うちはきっちりと損害賠償を支払ってもらった。榎本は社長を解任され、別の人間が社長になったようだ。もう付き合いがないので詳しいことはわからないが、榎本の受けたダメージは相当なものだろう。うちの会社は新たな取引先に納品するようになり、部品の評判は上々。適正価格での取引でうちの利益も今までより上がっている。社員には特別ボーナスを出すことができ、特許取得のお祝いもした。俺は本当に社員たちに支えられている。これからも社員を大切にする会社でありたいと思う。サポートね、それらしい理由を言ってるが、サボりみたいなもんだろ。わけあって事務仕事に徹している俺を営業課長が鼻で笑う。俺の仕事が楽だと決めつけているのだ。その言葉を覚えておけよ。俺は心の中で舌を出した。俺の名前は高村、47歳の会社員だ。ある中小企業の営業として働いている。昔は足を棒にして営業に駆けずり回ったものだが、数年前に怪我をしてから足の調子が悪い。もちろん歩けないほどではないのだが、外回りをするには不便で仕方ない。そこで最近は主に資料作成や営業の事前連絡などのサポート業務、後輩の指導をしていた。もちろん部長はそんな俺の事情をわかっているし、むしろ部長からお願いされた業務である。だから俺は何も恥じる必要はないのだ。だが厄介な人物がいた。高村くん、またサポートと称してサボってるのか？その人物とは課長の江口である。江口は一年ほど前に支社の営業部から新しい課長としてやってきた。成績の数字が全てだという偏った考え方をする一方で、男なら足で稼がんでどうする？ちょっと足が痛むくらいなんだ。事務仕事など女の社員にさせればいいだろう。言い訳せずに他のみんなを見習って営業してこい。と、むちゃくちゃな発言をするのだ。どうやら俺の足の事情は知っているようなのだが、それを理由に、俺が楽な仕事をしていると思い込んでいるようだ。それにしても、男とか女とか、時代錯誤も甚だしい。この言葉にはさすがに、他のデスクで作業している女性社員たちが江口を睨んでいた。まったく、課長ってはいつの時代の人なのよ。高村さん、気にする必要ないですからね。そうですよ。高村さんのおかげで俺たち助かってるんですから。江口が去った後、若い部下たちがこぞって俺を励ましてくれる。そう言ってもらえると嬉しいよ。みんなありがとうな。江口の言葉はきつく、時には相当心をえぐられることもあるが、部長や部下たちが俺を理解してくれているから耐えられている。だが皮肉なことに、部下たちが俺をかばうほど、江口としては面白くないようだ。そういった理由もあり、部長の離席中や出張時を見計らって、江口は俺に対して露骨な嫌がらせをするようになった。成果を出せ！と高いノルマを課して、無理やり外回りに行かせたり、サポートがお得意なんだろ？と言っては自分の事務仕事を丸々俺に押し付けたりなどだ。もちろん
俺や周囲が部長に後で報告するため、その度に部長から叱られているのに課長は懲りない。もはや意地になっているのではと思うほどだった。そんなある日、例のごとく、部長が出張の時に事件が起きた。部長不在時は課長の江口が代理として振る舞う。朝礼の場で営業部の成績を読み上げている時に、江口は大げさにため息をついた。また高村くんは契約ゼロか。たっく、営業部としてお前は何をやってるんだ。部署の社員全員がざわつき始める。全員がまた始まったと言わんばかりの表情だ。俺が反論しようと口を挟むと、江口は大げさな手振りを交えて俺を遮る。いつもみたいに事務仕事だとか、サポートが自分の仕事だと言いたいんだろ？そんな言い訳は聞き飽きたんだよ。ただパソコンの前で指を動かして、それっぽく振る舞ってるだけに決まってる。高村くん、いい加減に営業部としての自覚を持ってくれないか？散々な言われようだ。そもそも一年前にうちにやってきた江口より、大学卒業後からずっとここで働く俺の方がよほど自覚はあるだろう。俺は黙って聞いていたが、さすがに不満が表情に出てしまったらしい。江口は、なんだその顔は、と俺を怒鳴り。ノルマ達成できない無能くん、お前なんかいつでも解雇できるんだぞ。ついには笑いながら江口はそう言い放つ。解雇という言葉には俺もさすがに息を呑んだ。江口は課長で、俺をクビにする権限を持っていないのは俺にもわかっている。どうしてここまで言われなくてはならないのだろうと、怒りのあまり息を呑んだのだ。俺は争いが好きじゃないから、なるべく穏便に済ませたくて、江口の暴言に逆らうような真似はほとんどしなかった。江口がネチネチ言ってくるたびに、足の事情や部長直々にサポート業務をメインに任されているのも散々説明してきたはずだ。それなのに、まだ俺を無能呼ばわりするのか。私のサポート業務は全くの無駄だったとおっしゃるのでしょうか。ざわつく空気が俺の一言でしんと静まった。いつもと違う怒りを含んだ俺の声に部下たちも驚いたのだろう。江口はやれやれと首を横に振る。男のくせにめめしい発言ばかりしやがって、ノルマは達成できない。サポート業務も名ばかり。これを無能と言わず何とするんだ。ブチッと自分の中で何かが切れた音がした。そうですか。では、無能なので今すぐ退職届出しますね。俺はそう言うと、自分のデスクから退職届を取り出す。我慢できなくなった時のことを考えて、お守りのつもりで前々から用意していた。まさか本当に出す羽目になるとはな。俺は内心つぶやいた。そんな、高村さんが辞める必要ないですよ。課長、高村さんに謝罪してください。部下たちが俺の本気を見て悲鳴を上げ、口々に声を張り上げた。江口は舌打ちする。なんだ！お前ら高村の肩を持つのが？江口が何を言っても部下たちのブーイングは鳴り止まない。無能は課長じゃないですか。高村さんの代わりに課長が辞めたらいいんです。いつも部長の目を盗んでサボってばかりだし。爆弾発言とも言える部下の言葉に江口は目を向いた。おい、今の発言は誰だ？俺の方が辞めろだと？混乱する場を収めるために、俺は江口の元へ歩み寄り、退職届を突きつける。さあ、お受け取りください。部長がお帰りになった時、何と説明するかは知りませんけど。私は無能なんですよね。どうしました？早く受け取ってください。それがお望みでしょ？
かすかにたじろいだ様子の江口に、俺は退職届を押し付ける。まさか退職届を用意していたとはな。その点だけは褒めてやる。お前のしていた仕事なんぞ大した業務でもないから、引き継ぎは不要だ。とっとと荷物をまとめて出ていくといい。俺は江口の言葉を尻目に、部下たちに向かって頭を下げた。私はこれからもみんなと仕事をしたいと思っていたが、こうなっては仕方がない。本当にお世話になりました。みんながこれからも元気に仕事ができるよう祈っています。部下たちは口々に高村さんと俺の名前を呼び、中には涙ぐんでいる部下もいる。俺はそんな部下たちに微笑み、帰り自宅を始めた。次の日、俺は自宅でくつろいでいた。普段仕事をしている時間に家にいるというのはなかなか奇妙な感覚だ。たまには妻の家事の手伝いでもしようかと腰を上げると、ちょうどインターホンが鳴った。数分後、応対した妻が困惑した顔で俺の元へやってくる。あなた？江口さんって名乗ってるけど、あの人、あなたを無能呼ばわりしたって人じゃないの？妻には夕べのうちに会社で何があったのかを説明してあった。妻からすれば江口は憎い相手だろう。表情からは嫌悪が見て取れる。俺がインターホンを覗くと確かに江口だった。画面越しでもわかるほど江口は顔面蒼白である。いきなり何のご用件でしょう。私にはお話しすることは何もありませんが。ため息混じりに言うと、江口は泣きついてくる。頼む。俺が悪かった。会社に戻ってきてくれ。おいおい、勘弁してくれ。我が家の立つ場所は、閑静な住宅街だというのに、江口の大声が響き渡る。お帰りください。と、俺は江口を突っぱねたが、江口は聞き分けがない。しばらく意味のないやりとりが続いた。もう無視するか、警察を呼ぼうかと考え始めたとき、江口の後ろから部長が顔を出す。部長、ご一緒だったのですか？俺が思わず尋ねると部長は苦笑する。いや、江口くんが会社を飛び出していったものだから、後を追いかけたんだ。今追いついたところだよ。それで高村くん、昨日起きた件については私も聞いたよ。君には本当に申し訳ないのだが、少し話を聞いてはくれないだろうか。おそらく部長は出張から戻ってすぐ、昨日の行き先を聞いたのだろう。ただでさえ疲れているだろうに、俺の元へ来てくれたのだ。江口には腹が立つが、部長がそう言うのでは断れない。俺が振り返ると妻と目が合った。妻も江口には思うところがあるようだが、黙ってうなずき、お茶を入れる用意を始めてくれる。わかりました。ではお聞きしましょう。俺は玄関へ向かい、部長と江口を招き入れた。今に部長たちを通すと、いきなり江口が土下座を始める。妻はぎょっとしていたが、俺と部長は冷めた目でその様子を見つめていた。何の真似でしょうか。俺が尋ねると、江口は申し訳なかったと謝罪をしながら、俺が出て行った後の出来事を語っていく。感情的に、勢いに任せて言っているため、少々わかりにくいが、要約するとこういうことがあったらしい。朝礼で俺が退職届を出して出て行った後、当然業務が始まったわけだが問題が発生した。今まで俺と事務仕事やサポートをしていた社員たちが一斉に反抗を始めたのだ。もう課長にはついていけないと、課長に嫌気がさして早退したり、サポート業務をして怒られるなら外回りに行きますと、他の社員と外回りに行くなどしたらしい。
今まで俺たちに任せていた仕事がガラ空きになり、あっという間に部署は混乱状態。課長がいくら電話を取れとか、資料をまとめろと言っても、みんな聞こえないふりをするから、全部江口がやる羽目になったそうだ。江口くん、私が何度も説明したよね。高村くんたちが率先して事務仕事などをしてくれるから、我々は営業に専念できていたんだよ。部下の育成だってそうだ。高村くんがいてくれたから、後輩たちもやってこれたんだよ。そこまで言われると気恥ずかしいが、本当にありがたい言葉だ。妻も部長の言葉に感極まったのか、お茶を出しながら目元を拭っていた。江口は土下座の姿勢のまま、高村くんの業務があんなに大変だとは思わなかった、と嘆いている。前から分かりきってはいたが、江口は俺の仕事を楽だと決めつけていた。俺は大きく息をつき、江口に向かって口を開く。私も数年前まではあちこち外回りしていたので、営業メインの社員の苦労もわかります。ですが、サポート業務だって忙しいのですよ。誰かがやらなければ部署が回りませんから。江口課長は私に毒づく暇が終わりのようでしたが、正直、あなたの嫌味を聞く時間があったら、自分の仕事に時間を割いた方がよっぽど有意義だといつも思っていました。江口は返す言葉もないのか、かすかにうなり声を出したまま動かない。しかも高村くんがいなくなって起きた問題はそれだけじゃないんだ。神妙な面持ちで部長が言う。今日になって部長が出張から戻ると江口のデスクに異動願いや退職願いなどが大量に置かれていたらしい。それだけ高村くんの存在が大きかったのさ。私はその時状況がわからなかったから非常にびっくりしたよ。部長が続けて無理もないと言いながらため息をつく。私だって部下の立場ならこんな課長がいる部署ではやっていけないと思うさ。だがこれも私が部長として力不足だったからだろう。高村くんやみんなには本当に申し訳ない。部長が深く頭を下げる姿に俺も妻も慌てた。俺は部長に対して感謝こそすれ、恨みの感情など持っていないのだ。怪我が元で足を悪くした時も異動願いを出そうとした俺に、長年営業部で頑張ってきたじゃないか。どうだろう、君さえ良ければみんなのサポートをしてくれないか。できたら後輩の指導なども頼みたい。営業で今まで培ったスキルを教え込んでくれたら心強いよ。正直、営業部から離れがたいと感じていた俺にとって、部長のその言葉にどれほど救われたことだろう。それに、江口が俺に暴言や嫌がらせをしたと知ると、しっかり叱ってくれていた。悪いのは、懲りなかった江口だ。頼む、高村くん、戻ってきてくれないか？君が戻ってきてくれたら部下たちも納得してくれるに違いない。それに後からいろいろ聞いて知ったんだが、うちの会社のお得意様の中には、君が昔契約を取った会社も多いと言うじゃないか。そんな君が俺のせいで退職になったと、もしも先方に知られたら。頼む、この通りだから戻ってきてくれ。確かに、俺がまだ足を悪くする前は営業成績がかなり好調だった。今は他の者が営業担当を引き継いでいるが、未だに俺を気にかけてくれている取引先も多いくらいだ。土下座を始めてから一切顔を上げなかった江口がガバッと顔を上げた。顔が涙と鼻水でぐちゃぐちゃだ。どうでもいいが、我が家の床を汚さないでいただきたい。妻が俺の隣で心底嫌そうな顔をしている。妻よ、しっかり掃除させてから帰らせるから心配するな。俺は心の中でそう言い、江口に対して首を横に振った。
今までの江口課長の暴言でどれだけ私が傷ついたとお思いですか。私が今までこらえられていたのは部長や部下たちのおかげですが、あそこまで無能呼ばわりされてはもう戻る気になれません。部長がちらりと江口に目を向ける。どうする江口くん。高村くんの気持ちは固いようだぞ。部下たちの提出した大量の異動願いや退職願いもある。この責任をどう取るつもりかな。江口はひたすらにすみませんを繰り返すのみだ。江口課長が営業部からいなくなるのでしたら考えます。なあ、俺の提案に真っ先に江口が声を上げる。思わず俺は苦笑した。当然でしょう。私はあなたのせいで多くの苦痛を受けました。なぜあなたがいる部署に戻れるんですか？戻るのなら、あなたがいないことを条件にしても不思議ではないでしょう。口をパクパクさせる江口の隣で、部長が、ふむと顎をさすった。それはそうだろうね。社長もこの件で江口くんに大層お怒りだ。真面目に仕事をしている社員になんて言い草だとね。社長がすでにこの一件について知っていると知り、江口は、え？と、間抜けな声を上げる。何を驚いているんだい？そりゃあこんな一大事を社長に報告しないわけがない。君が高村くんに戻るよう説得すると言って会社を飛び出した後、しっかり社長に報告させてもらったよ。君を追いかけるために手短になってしまったけどね。部長はそこまで言うと、再び俺と妻に向かって頭を下げた。高村くんの気持ちはよくわかった。社長には君の言葉をしっかり伝えておく。今回は本当に、いや、誠に申し訳ございませんでした。部長が頭を下げる中、江口は放心している。妻がぎろりと江口を睨むと、江口は弾けたように再び頭を下げた。申し訳ございませんでした。頼むから首だけは勘弁してください。なんとも情けない声が響き渡る。謝罪の気持ちよりも自己保身が見え見えだ。部長は脱力した江口を無理やり立ち上がらせると。奥さん、掃除用具をお借りできますか？部長も俺と同じように考えていたみたいだな。きっちり江口が汚した床を掃除させ、部長たちは我が家を後にした。後日、俺は社長からも直々に謝罪され、会社に復帰することに。俺の後に続き、異動願いや退職願いを出した部下たちはそれぞれ撤回し、営業部には平穏が訪れた。もちろん江口は懲戒解雇になった。俺に対する過度なパワハラ行為、それが原因で部署が混乱に陥った点は深刻に考えざるを得ない。というのが会社としての判断だそうだ。部長の紹介でいい弁護士さんを紹介してもらえたので、俺は江口に慰謝料も請求している。職をなくし、挙句俺に訴えられて、江口は奥さんに離婚を突きつけられたと噂で聞いたが、すべては自業自得だろう。江口がいなくなったことで、俺は課長となり、今は部長や部下たちと協力して、忙しいながらも充実した毎日を過ごしている。研究開発室なんて我が社のお荷物だ。会議室に米倉部長の罵声が響く。恒例の月初の社内会議で米倉部長が俺たちをやり玉にあげるようになって早2年。俺は独立するタイミングを図っていた。俺の名前は枝島総司。研究開発室の室長をしている。俺が勤めるのはそこそこ大きい食品加工の会社だ。特にアイスクリームや氷菓を得意とし、全国各地のスーパーや土産物店に商品を卸している。
俺は名前をもじってエジソン室長と呼ばれていた。俺が今の会社に転職したのは10年ほど前。給料は減ったが、やりたいことをやれるようになったし、別の収入があるから概ね満足していた。風向きが変わり出したのは3年前。違う食品会社で修行中だった社長の長男が副社長として会社に戻ってきた時からだ。俺はある日、社長室に呼び出された。エジソン室長、君に大切な頼みがある。アイスクリームの新商品開発だ。もうすでにある程度の方向性は決まっているんだ。社長はそう言って、俺に極秘のプロジェクトを持ちかけてきた。これは息子のためでね。私の息子というだけで次期社長だと、なかなか他の社員たちも受け入れがたいだろ。入社と同時に息子が大ヒット商品を作れば、社員たちも息子を後継者として喜んで迎えてくれるんじゃないかと考えてね。そうですね。いいんじゃないでしょうか。社長の言葉に俺もうなずく。そこでだ、エジソン室長。みんなを驚かせたいから、僕のアイデアだということは伏せてほしい。まずは研究開発室の発案で開発。発売後に種明かししたいんだ。副社長はいたずらっぽく言って笑う。大ヒット商品ができれば業績もアップ。従業員の給料もアップ。臨時ボーナスも出せるかもしれないぞ。臨時ボーナスは嬉しい。それでどんなアイディアを考えているんですか？副社長はニコニコしながら、ナポリタンだよと答えた。一瞬頭が真っ白になった。俺は頭をフル回転させる。ナポリタン？ああ、わかった。三色アイスってことですよね。さっきアイスクリームの新商品だって言っていましたもんね。実はナポリタンは日本発祥のスパゲティで、海外のナポリタンとはチョコレート、ストロベリー、バニラの3種類を並べたものを指す。俺は世界のアイスクリームも研究しているから知っていた。ところが副社長は、いや違うよ、スパゲティのナポリタン味だ。どこもやっていないし面白いだろ。大ヒット間違いなしだと言う。え、本当に本気ですか？得意げな副社長の態度に俺は真顔になった。私も最初は驚いたが、斬新なアイデアだろう。私ではこんなアイデアは出てこない。今はネットの時代だし、きっと面白がって買う人はいるはずだ。社長と副社長がやる気なのに、俺が止められるわけがない。俺も研究開発室の部下たちも、絶対売れないだろうなぁと思いつつ商品を開発。社内の発表時点で案の定、営業部や他の部署から、売れるはずがない、何を考えているんだと大ブーイングだったが、社長と副社長が、せっかく作ったんだから研究開発室を信じようとゴリ押しして販売した。副社長は自分のアイディアだとは一切口に出さなかった。予想通りというか、当然売れない。それどころかびっくりするほどの大赤字になって、この年のボーナスは全社員がカットされた。さらに俺は副社長から呼び出され、僕のアイデアじゃなくてお前たちが独断でしたことにしてくれ。絶対に秘密にするんだぞ。わかっているな？と言われた。この時から俺はこの社長親子が好きじゃない。営業部の米倉部長はボーナスカットのせいで欲しかった車が買えなくなって、あからさまに俺を敵視するようになった。何がエジソン室長だ。
たかだか高卒のくせに調子に乗りやがって。すれ違いざまに毒づかれることはしょっちゅうだし、恒例の月初の社内会議ではとにかく難癖をつけてくる。米倉部長がそんな調子だから周りも真似をして嫌がらせをしてくる。俺は退職を考えたが部下たちのために我慢していた。そしてまた月初会議の日がやってきた。米倉部長がとんでもない爆弾発言をしたのだ。研究開発室をなくしましょう。俺は頭が真っ白になる。なんでいきなりそんな話を。なんでって、お前たちのせいで大失敗をしてきたじゃないか。ナポリタン味のアイスクリームなんてとんでもないもの作りやがって。米倉部長は俺を睨むとコホンと咳払いをする。周りを見回して大きな声で、皆さん聞いてください。すでにうちでは大人気商品シリーズがいくつもあります。しばらくは商品開発より販路開拓に努めた方が利益が上がるはずです、と説明しだした。このシリーズが売れなくなったら、また新たに研究開発を開始すればいいんです。研究開発室なんて人件費ばかりかかるんだよ。会社に損失しか生まない部署はいらないんだ。米倉部長はちらっと俺を見る。エジソン室長と呼ばれ調子に乗っているこの男はただの高卒です。研究開発だってこいつより優秀な人間に任せた方が間違いない。他の社員たちは黙って聞いていた。中にはうんうんとうなずいている社員もいる。俺はじっと社長と副社長を見つめた。社長と副社長は俺から視線をそらし、難しい顔をして黙り込んでいる。米倉部長は続ける。実は私、業界最大手の営業ノウハウを持った有能な人物を引き抜いてきたんです。大学院卒の24歳の若者ですよ。彼から大手の営業について学べば売上が上がって利益が出るはずです。一部からへえすごいと声が上がったが、もうすでに随分と根回しが済んでいるようで全く驚いていない様子の社員もいた。そのエリートに販路開拓してもらえれば業績が持ち直すかもしれないな。確かに今は金にならない開発よりもすでにある商品の販売の方が大事だ。米倉部長に賛同するような声が上がり、パチパチと拍手の音も響く。米倉部長はすっかり気を良くして、だから皆さん、高卒の出来損ないはクビにしましょう、と叫んだ。さすがに言い過ぎだからか、一瞬会議室は静まり返る。俺の前で米倉部長のセリフに賛成する社員はいなかったが、反対する社員もいなかった。いいんですか？俺は静かに口を開き社長を見据えた。社長が答える前に米倉部長が、当たり前だ。これからは大企業から引き抜いたエリートを使うわ、と言って俺を見下すように笑う。俺は米倉部長に構わず、研究開発室をなくしていいんですか？俺の首を切って本当にいいんですか？と繰り返した。俺の雰囲気に飲まれ、周りは誰も喋らない。社長は歯切れ悪く、エジソン室長には悪いが、米倉部長の言うことも一理ある。今は開発より販売に力を入れた方がいいと思うんだ、と答えた。副社長も同じ意見ですか？俺が聞くと、副社長は社長と違ってはっきりと、僕も米倉部長の言う通りだと思う。研究開発は必要になったら外注してもいいんだし、
エジソン室長は高卒なんだってね。高卒の君には研究開発なんて重大な仕事は荷が重いだろ。と言ったのだ。そしてどこかほっとしたような顔をした。社長も副社長もこうおっしゃっているぞ。ニヤニヤと米倉部長が笑う。俺の中で覚悟が決まった。社長も副社長もナポリタン味のアイスクリームの件を黙ったまま、俺を厄介払いしようとしているのだ。もしここで社長か副社長が俺をかばってくれたら、穏便に済ませようと思った。でも二人が俺を切り捨てるなら容赦しない。俺は、今まで大変お世話になりました。と頭を下げた。俺は研究開発室に戻ると部下たちに事情を説明。俺がクビになったこと、研究開発室自体がなくなることなどを話すと、部下たちからは、自分も辞めます、俺も辞めますと次々に声が上がった。やはり部下たちも社長親子に思うところはあったようだ。俺が身の回りのものを片付けていると人事部が俺を呼びに来た。米倉部長は俺のことをクビと言っていたが、部長にそんな権限はない。社長と副社長の話し合いで、俺は懲戒解雇ではなく会社都合の退職になった。10年も勤めたのにあっけない幕切れだ。俺はかねてから考えていた計画を実行に移すことにした。それは起業だ。ずっと自分で会社をやってみたいと思っていたのだ。そのために長年準備してきたし、弁護士さんとも相談していた。部下たちも俺の会社へ就職したいと言ってくれた。俺のエジソンというあだ名は名前をもじっただけじゃなく、もう一つの意味がある。俺は本当に発明家でもあるのだ。米倉部長も社長も副社長も売上1位の商品の特許権を俺が持っているとは知らないのだろう。だから俺に対してこんな扱いができるのだ。それから数ヶ月後のある日、俺のスマホに前の会社から何件もの着信があった。電話に出ると社長だ。江田島くん、いや、エジソン室長、なんでこんなのを送ってきたんだ。そもそも君が商品の特許を持っているなんて全然知らなかったんだ。社長から震える声で聞かれ、俺は、話してあるはずですけどね。それから使用を中止してほしいから送ったんですよ。と答えた。俺が書面で送ったのは、特許の使用中止を求める警告状だった。徹底的にやる。そう決めてから、俺は特許に詳しい弁護士に助言を求めた。特許権侵害の訴訟の話はよく聞くが、侵害していない相手への中止はどうすればいいかわからなかったからだ。特許権も権利の一種だ。権利者である俺が特許を使わせたくないのだから、何か方法があるはずだと考えた。俺は弁護士と相談して書面の作成を依頼。特許の使用の差し止めを求める警告状を社長宛に送ることにしたのだ。こんなことを言われても困る。とにかく話し合いがしたい。我が社に来てくれないか？いいでしょう。じゃあそちらに向かいますから。こうして俺は3ヶ月ぶりに会社へとやってきた。会議室に通されると社長と副社長、それから米倉部長が待っていた。特許権っていうのは一体なんだ？なんでお前がそんなものを持っている？俺を見ると米倉部長が怒鳴る。送った書面に書いてある通りですよ。そちらで売上1位の商品の特許、俺が持っているんです。特許庁のデータベースを見ればわかりますよ。俺は淡々と説明した。子供の頃、俺はエジソンの電気が好きだったし、
当然のように発明に興味を持った。でも、俺にエジソンほどの発明の才能がないと分かったのは割と早い時期だった。歴史に名を残すレベルの発明王と比べるのはそもそも間違っているが、それで俺は発想を変えた。もっと隙間を狙っていこうと。ちょうどその頃、アイデア商品の番組が流行っていて、正直どれもこんなものが売れるのかなというものばかりだった。特許も実際ピンキリで、地味なものはかなり地味だ。例えばアイスクリーム用の溶けにくい袋の構造とか、一般人が思う発明や特許のイメージと実際の特許とは大きなズレがあるものだ。いい意味で肩の力が抜けて気軽に発明できるようになった俺は、工業高校に通う傍ら、いろんなアイデアを出し、今思えばへんてこな発明をたくさん作った。せっかく作ったし、とりあえず特許を取っておこう。そう思って、俺は作ったらどんどん特許を申請してきた。もちろん特許を取ったところで全然お金にならないものもあるし、今の売り上げ1位の商品のようにまとまった特許料が入る発明もある。学生向けの発明大会で大賞を取って、俺は大手企業に就職できたが、大手では好きなように研究できないし、せっかく作っても権利はすべて企業に帰属してしまう。権利は自分のものにしておきたかった。だから俺は転職したのだ。特許料は特許庁に払うし、俺に利益が入るのも特許庁からですからね。俺や研究開発室の部下たちくらいしか詳しい資料を見ませんし、社長も副社長も特許データベースを調べなかったから本当にわからなかったんですね。俺が出していた使用書や資料を全然見ていなかったって分かって残念でしたよ。社長と副社長は真っ青な顔をしていた。エジソン室長、僕たちはあなたが権利を持っているなんて知らなかったんです。この商品が販売できないとうちは困ってしまう。副社長がすがってくる。ちなみに売上1位の商品は各地のご当地アイスの製造工程と溶けにくくなる専用袋だ。製造過程と専用袋の構造を俺が特許で持っているから、俺が拒否すればもう作れなくなってしまう。頼む、許してくれ。そんなにすごい人物だと知らなかったんだ。君さえよかったら戻ってきてくれないか。社長も俺に頭を下げた。社長には確か10年前、面接の時に特許の扱いについて話したはずだが、すっかり忘れているらしい。今更ですね。戻りませんよ。もう起業しましたし。ああ、そういえば大手から引き抜いたエリートはどうしたんですか？もう会社で仕事をしています？俺が冷たく言うと、米倉部長が、彼は来月から入社予定だ、と答えた。俺はニヤッと笑って言ってやる。確か24歳ですよね。それがどうした？大学院の修士なら現役卒業でちょうど24歳じゃないですか。今8月でしょ？今年の4月に入社した新人ですよね。社会人経験ほとんどないんじゃないですか？特に大手って研修期間をしっかり取りますから。え？米倉部長は今更のように驚いていた。やっぱり分かっていなかったのか。大学院卒の24歳といえば今年入社した新人のはずなのだ。俺が米倉部長から引き抜いたって話を聞いたのは5月の終わりでしたよね。ってことはそのエリート君、4月に入社してすぐに転職活動したはずです。どのくらい会社のノウハウを学んだんでしょうね。俺と比べて我が社にどのくらい利益をもたらしてくれるでしょうか。俺が笑うと
米倉部長は真っ青な顔をして黙ってしまった。社長も副社長も本気で分かってなかったのかもしれない。やはり我が社にはエジソン室長の力が必要だ。どうか特許を使用させてもらえないか。社長が俺に懇願する。さっきよりも真剣だ。俺はふといいことを思いついた。そうだ、副社長、ナポリタンアイスの話、社員全員にしてくださいよ。そうしたら俺考えますよ。何のことだ？米倉部長が聞いてきた。俺は会議室の扉をちらっと見る。ドアの真ん中のすりガラス越しに何人かの人影が見えた。多分好奇心旺盛な社員たちが聞き耳を立てているんだろう。ナポリタン味のアイスクリームの話ですよ。あれは俺たち研究開発室のアイデアじゃない、副社長のアイデアです。俺たちは最後まで反対したんですが、結局濡れ衣を着せられたんですよ。俺は大きな声で暴露しながら会議室の扉を開ける。何人かの社員が体勢を崩し倒れそうになった。は？なんだって？研究開発室の独断じゃなかったの？社員たちが驚いて口々につぶやく姿を見て俺はスッとする。副社長の手柄にするためって無理やり作らされた挙句、失敗した責任を取らされたんですよ。ですよね、社長、副社長、今からでも俺たちに謝ってください。ずっと言ってやりたかったことをやっと言えた。その後、俺は社長と副社長から大変申し訳ございませんでしたと土下座で謝罪してもらった。当時の研究開発室の全員に迷惑料を支払わせることを約束した。辞めてしまった研究開発室の部下にも俺が二人の謝罪動画を送ってやったから少しは留飲を下げただろう。特許は結局使わせることにした。その方が特許料として俺にも金が入るからだ。ちなみに米倉部長が引き抜いてきた例の大学院卒のエリートはほとんど使えなかったらしい。プライドばかり高く、期待していた大企業のノウハウなど何も知らず、仕事も全然できなかったそうだ。辞めさせることもできず、どうしたもんかと頭を抱えているらしい。俺はといえば、ストレスもなく好きな発明もできるし、会社は順風満帆だ。最近、売上1位の特許の改良版ができた。とりあえず、あの会社のライバル社にでも売り込もうと思っている。じいじい、頭を深く下げてお酌しろよ。年を取っても働かせてくれるうちの会社と上司の俺に敬意を込めてな。部長は酔って赤くなった顔で笑う。未だ俺がどんな立場で再雇用されたのか理解していないらしい。彼が気持ちよく酒が飲めるのもきっとこれが最後だろう。俺は静かに微笑み、部長のグラスに酒を注いだ。俺は高橋、65歳。10年前ずっと勤めていた会社を早期退職した。理由は同居していた母親の介護だ。父が亡くなってから母は少しずつ体調を崩し、介護が必要な体になっていた。最初は妻が主に介護サービスを利用しながら頑張ってくれていたが、母は認知症も進み、暴言や物を投げるなど介護を拒否するようになってしまったのだ。このままでは妻がノイローゼになってしまう。俺はそう考え、早期退職に踏み切った。その母も昨年亡くなり、今は妻と二人で静かに暮らしている。そんなある日、俺は古い友人から連絡を受けた。以前の職場で一番信頼し合っていた仲の男だ。久しぶりに飲まないかと誘われて出向くと、友人は真面目な顔でこう言った。なあ、高橋、うちの会社に戻ってきてくれないか？こんな話をするのはなんだが、
お袋さんの介護で老後に向けての蓄えもかなり減ったんじゃないか。確かに退職金もあったとはいえ、かなり経済的に苦労したものだ。俺が苦い表情をしているのを見て、友人は続ける。ただの同情で声をかけたんじゃないぞ。君、早期退職する前は人事部でバリバリ仕事をしていただろ。誰もが君を頼りにして信頼していた。僕も同じだ。そんな君だから頼みたいんだ。友人が頭を下げる姿を見て、俺はぎょっとした。おい、頭を上げてくれよ。ありがたい話だけど、10年もブランクがある俺がどれくらい役に立てるかわからないぞ。俺は遠慮がちに言葉を選んだが、友人の表情は真剣そのものだ。俺は一度持ち帰り妻と相談した。あなたがやりたいなら私は応援するわ。お引き受けしたらいいんじゃないの？正直ちょっと嬉しいんじゃない？妻がふふっと笑う。確かに嬉しいのかもしれない。また社会に出れるんだ。働けるんだと興奮に近い感情が俺の中にあった。ああ、そうだな。俺の様子を見て、妻もなんだか嬉しそうだ。あなたのそんな顔、久しぶりに見たわ。それじゃあスーツとネクタイを新調しなくちゃ。昔のがあるだろう。俺の発言に、妻は驚きの声を上げる。やだ、もう10年経ってるのよ。それに、あなた少し太ったわ。昔よりふくよかになった俺のお腹をポンと叩き、妻が苦笑した。いよいよ待ちに待った出社日当日。10年ぶりの本社ビルを見上げ、俺は息を吐く。また帰ってくるなんて想像もつかなかった。懐かしさとやる気で胸がいっぱいになる。俺がお世話になる予定の人事部は場所が変わっていなかったので迷わずたどり着けた。はじめまして、高橋さん。お待ちしていましたよ。そう言って出迎えてくれたのは人事課長だ。柔らかな笑顔に俺は少し緊張がほぐれる。高橋さんは昔こちらでバリバリ仕事されていたって聞いています。そんな方とご一緒できて心強いですよ。課長の言葉が照れくさくて、俺は首を振った。いやいや、そんな大昔のことで、皆さんの足を引っ張らないよう頑張ります。俺と課長が和気あいあいと話しているところへ。そこ、うるさいぞ。というか誰だそいつは。大声にびっくりしつつ視線を向けると、白髪混じりの険しい男性と目が合う。俺よりは年下のようだが、ものすごい剣幕だ。部長、こちらは先日お話しした高橋さんですよ。部長にも連絡がいってるはずですが。課長の発言に部長は眉を潜める。ああ、そうだっけ。見たところ、シニアの嘱託社員って感じ。じゃあ課長、適当にみんなに紹介しておいて。俺は衝撃を受けた。まさか人事部長ともあろうものが人事を把握していない。部長はもはや興味なしといった風に耳にイヤホンをしてスマホを眺め始めた。こんなことある？と言った俺の表情を見て課長が苦笑する。これがいつもの風景だと言わんばかりだ。部署のみんなの前で課長が俺を紹介する。10年前にここで働いていた話や、これからの俺の仕事について説明し、俺は最後に深く頭を下げた。こんなおじいちゃんですが、頑張りますのでよろしくお願いいたします。俺について知った社員たちは驚いていたが、最後におどけた感じで締めたのが良かったらしい。みんな笑顔で歓迎してくれている。相変わらず、イヤホンをしてスマホに夢中の部長をちらりと見て、俺は呆れて目を細めた。それから数日後、課長や他の社員から仕事を教わりながら、俺はこの人事部という小さな世界を理解し始めていた。部長は数年前に支社から移動してきたそうだ。
最初は普通に仕事をしていたが、だんだんと怠け癖がひどくなり、今や部長は課長にほとんど仕事を丸投げ状態。俺の再雇用を把握してなかったのもそのためだ。しかもいつも何をスマホで見ているのかと思えば人気アイドルの動画らしい。実質本物の部長は課長ですよ。と社員が冗談っぽく言う。注意しない課長たちもどうかしているが、話を聞いてみると最初は何とかしようと努力したという。しかし部長は怒るとすぐに人事異動をちらつかせて脅してくるんだとか。課長を含む部署内の社員の多くは家庭を持っているし、異動をほのめかされると下手な行動が取れないのだろう。そんな状況が続き、彼らの心は麻痺しているのかもしれない。仕事はしないくせに権力だけは使うだと？なおさら俺は部長が許せないと感じていた。おい、じじい社員、喋ってる暇があるなら肩を揉め、お茶も入れてこい。部長は俺をじじいと呼び、決して名前で呼ぼうとしない。せっかく仕事を教わっても、じじいにパソコンなんぞ触らせるな、何が起こるかわからんぞと馬鹿にして笑い、あえて雑用ばかりさせてくるのだ。あいにく俺はスマホもパソコンも一通り扱える。一番お暇なのは部長ですよね。肩は凝るんですか？お茶なら給湯室でご自由にどうぞ。部長は怒りで耳まで真っ赤にして震えているが、構うもんか。笑いをこらえている社員たちを尻目に、俺は部内のカレンダーを見上げた。もうすぐ本社の歓迎会が行われる。今年入った新入社員や中途採用の社員、嘱託社員たちのために盛大に行われるそうだ。かなりの人数の社員が参加するようだし、うちの部長も例外ではないだろう。これはよく注意しておかないといけないな。俺はやれやれとため息をついた。歓迎会当日、定時で仕事を終えた社員たちが続々と会場に足を運んでいく。会場には社長や重役たちの姿もあり、和やかな雰囲気で歓迎会は進行していた。俺は近くの席の課長たちと会話を楽しんでいたのだが、ガハハーと品のない大きな笑い声が聞こえて、俺は視線を向ける。近くに座っていた若い男性社員にお酌をさせて、上機嫌に笑う部長の姿があった。男性社員は作り笑いをしつつも、げんなりしているのが伺える。いいか、俺の若い時代はな、上司のお酌をさせてもらえるなんて名誉なことだったんだぞ。もっとありがたそうな顔をせんか。よって昔語りをする行為ほど、若者には敬遠されるものだ。俺は立ち上がり、部長の元へ向かった。部長、私にもお酌させてください。俺から言ってきたのが優越感を誘ったのか、部長は逃げていく男性社員を気にも留めない。ああ、よかろう。部長が偉そうにグラスを差し出す。顔が随分真っ赤だが、飲みすぎじゃないだろうか。俺は少し心配しつつ、お酌しようと酒瓶を傾けた。すると部長は、なってないと、俺を怒鳴りつける。え？と俺が驚くと、部長はニヤニヤしてこう言った。じじい、頭を深く下げてお酌しろよ。歳をとっても働かせてくれるうちの会社と、上司の俺に敬意を込めてな。なんて言い草だ。俺は怒りよりも呆れて何も言えなかった。部長、いくらなんでも悪ふざけが過ぎますよ。ただでさえうちの部長は悪目立ちしていたのに、俺への暴言や課長が注意する声で周囲の目は完全にこちらを向いている。
寒暖の心地よい雑音は困惑のどよめきに変わっていた。特に俺の近くにいる人事部の社員たちはみんな顔を青くしている。部長、終わったな。きっとみんなそう思っていただろう。部長は未だ俺がどんな立場で再雇用されたのか理解していない。せめて俺の初出社の時、イヤホンを外して俺の紹介をちゃんと聞いていたら方向修正もできたかもしれないが、もう遅すぎる。そもそも人事を扱う部長がこれではねえ。俺は内心軽蔑を込めて吐き捨てる。部長が気持ちよく酒を飲めるのもきっとこれが最後だろう。俺は静かに微笑み、部長のグラスに酒を注いだ。おっとっとっと。おい、もっとだ。もっと深く頭を下げんか。こぼれそうになった酒を慌てて口に含み、部長は手近にあったおしぼりで俺の頭をペシペシと叩く。俺が口を開こうとした瞬間、怒鳴り声が響いた。貴様、誰に向かって何をしてるかは分かっているのか？声の下方に視線を向けると、部長も他の社員たち全員が硬直。ズンズンと音を立てて、その人物が俺のそばにやってくる。その人物とは、俺に再雇用の誘いをしてくれたあの古い友人だ。この会社の社長でもある。実を言うと、俺が当時この会社で働いていた頃、彼は次期社長として一般の社員に混ざって仕事をしていたのだ。その時に趣味や話が合うということで意気投合した。会場の空気が一気に張り詰めて静まり返る。特に部長は今にも泡を吹いて倒れそうな顔色だ。誰って、食卓の、混乱した部長は、俺と課長、そして社長へとせわしなく視線を泳がせた。高橋さんは、社長が直々に相談役として再雇用させてほしいとお願いした方ですよ。何も知らない部長と違い、課長はすべてを把握している。課長が説明すると、部長はわめいた。相談役？ただの食卓の社員だろ。俺は聞いてないぞ。課長も周囲も呆れて冷めきった表情で部長を見つめている。課長は前もって説明していますし、正式な事例も出ているんです。知らぬ存ぜぬは絶対に通用しない。どうせまたスマホを眺めていて適当にしていたんでしょう。俺の指摘にぐっと部長は息を詰まらせた。どうやら図星だったらしい。改めまして、私は社長に相談役として再雇用していただいた高橋と申します。部長は口をパクパクさせているので、俺は言葉を続けた。社長には人の乱れを正したいと相談を受けております。あなたのように職務怠慢やパワハラ気質の激しい社員が数名見受けられるそうで。俺が言うと心当たりがあるのか、部長の他にもぎくりとしたものの気配が。俺は社長に再雇用を引き受けると返事した時を思い出していた。会社も大きくなり、死者も増えた。今のところ経営も順調だが、気がかりがある。人の乱れだ。会社が大きくなると全てが僕の目の見える範囲でとはいかなくなるんだ。彼の言う人の乱れとは、職務怠慢やパワハラなど、人に関する問題を指している。俺の返事を喜んだ社長は、ぽつりぽつりと自分の気持ちを語っていく。先代の社長も、曲がったことが大嫌いだった。それは、今の社長にもきちんと受け継がれているらしい。
あと何年かしたら、僕も息子へ代替わりを考えている。その前に、人の乱れを正しておきたい。ひいては、人の乱れを抑える基盤を作っておきたいんだ。そのために、俺に力を貸してほしいのだと、社長は再び俺に頭を下げた。正直、10年のブランクは大きく、どれほど貢献できるか不安が大きい。でも、友人の力になりたいという気持ち、そして、やってみたいという気持ちが、俺の中にあった。俺は、そこまで思い出しながら、部長に説明していく。人事の相談を主にしたいというお話でしたので、一度私は人事部にお世話になり、皆さんがどんな風にお仕事をしているのかを見てきました。部長は、毎日自分の仕事を課長や部下に押し付けては、ずーっとスマホでアイドルの動画の鑑賞ばかりしていましたね。私を名前ではなくジジイと呼び、あなたの肩を揉むよう命令したのもパワハラですよ。俺の言葉で、ありえないと周囲がざわつき、部長はガタガタと震えている。ちなみに、課長や部内の社員には聞かれない限り、俺の立場について部長に教えなくてよいと言っておいた。初出勤の日、俺に一切興味のない部長の様子を見て、俺がただの嘱託社員だと勘違いしてもらったままの方が、いつも通りの様子が分かっていいと思ったんだ。騙し討ちじゃないか！何が騙し討ちだ？仮にも人事部長が、君は自分で言っていて恥ずかしくないのか？社長の怒鳴り声がまた飛び、部長は、ヒーッと肩を縮こませる。そんな部長を危機として眺める課長に、俺は声をかけた。ああ、そうだ、課長。例のあれを今も持っていますか？俺の質問に課長は、パッと顔を輝かせ、カバンをごそごそと探る。そして、俺と社長に向かって、あるものを差し出した。どうぞ。満面の笑みで差し出されたのは、何冊ものノートだ。これは、俺が人事部にやってくる前から、課長が書き溜めていたもので、いわば部長の観察日誌のようなもの。部長が誰に何を言い、どんな振る舞いをしていたか、そのせいで誰が傷ついたか、こと細かに記録してある。初めて見せてもらった時は、俺は感心すると同時に少し背筋が冷たくなった。課長はずっと機会を伺っていたのだ。だからこそ、俺が部長を追い込んでいる状況を目の当たりにして、課長はこんなにも嬉しそうに笑うのだろう。社長の僕が至らないせいで本当にすまない。この日誌は貴重な証拠として責任を持って預かります。社長の発言に課長は満足そうにうなずき、深く頭を下げた。部長、いい機会です。迷惑をかけた部署の皆さんに、謝罪をしたらいかがです？俺が声をかけると、部長はすっかり放心状態だ。大勢の前で社長の怒りを買っただけでなく、自分の普段の行いがバレてしまったのだから当然だろう。俺が軽く肩を揺すると、部長は、はっと現実に引き戻される。そして、うっと小さくうめくと、口元を押さえて会場を飛び出していった。まるで、イノシシのように走り出した部長を見て、驚いて固まる社長や社員たち。ああ、おそらく、トイレでしょ。その、かなり酔っていたようですし。俺が言うと、周囲から呆れたような笑い声が漏れた。翌日、俺がいつも通り出社すると、自分のデスクを片付けている部長の姿が、俺が挨拶すると、きっとこちらを睨みつけてきたが、やがて諦めたように息を吐き、無言で作業を続けていく。
懲戒解雇を言い渡されたそうですよ。課長によると、部長は朝一で社長室に呼ばれ、改めて懲戒解雇を言い渡されたらしい。極めて重い処分ではあるが、度重なるパワハラや過度のサボりを繰り返していたのだから妥当だと思う。課長の日誌や他の社員の証言も大きく貢献したはずだ。昨日あれだけ集体を晒し、今までの横暴ぶりが明らかになったのだから異議を申し立てることもできなかっただろう。課長も他の社員の表情も明るい。こうして部長は会社を去ることになったが、誰も彼に感謝や別れの挨拶をする人はいなかった。それから数週間、俺は今社長や課長、いや新しい人事部長と協力し、社内の人事を見直したりと毎日忙しく過ごしている。元人事部長の件で今は社内が引き締まってはいるようだが、いずれまた緩みが生じ、元人事部長のような社員が姿を見せるだろう。その時素早く動けるよう今から対策も考えなくてはならない。思いがけずまた会社で働くようになり、驚きの連続だったが、俺はやりがいを感じている。俺の力を必要としてくれた社長のためにも、一緒にいてくれる妻のためにも、俺はやれるところまで頑張ろうと思う。みゆきさん、助けてください。私がいつものように出勤すると、新人看護師がロッカールームに飛び込んできた。もしかしてまた金田先生？切羽詰まった様子に嫌な予感がして、私は手早くナース服に着替える。この制服を着ると仕事モードにピリッと切り替わるような気がした。そうなんです、金田先生、またサボり始めたんです。私が診察再開してくださいって言ったら、新人ごときが俺に指図する気かって切れちゃって、看護師長は病棟で今手が離せなくて。新人看護師はパニックになっているのか泣き出さんばかり。説明も支離滅裂だけど、なんとなく状況は分かった。ああ今日もかと思ったけど口には出さない。とりあえず新人を落ち着かせようとニコッと笑いかける。ありがとう、分かったわ。金田先生もしょうがないわね。私の笑顔に釣られたのか、新人看護師もちょっとほっとした顔になる。本当に困りますよね。よし、もう大丈夫だ。これからまた一悶着あるはずだし、今日も頑張らなければ。さあ、金田先生にもしっかり働いてもらいましょうね。私は新人看護師と一緒に一般外来の診察室へと急いだ。私はみゆき、60歳でパート看護師をしている。私の勤めている病院は院長が若い頃に開設した個人病院、市営の総合病院ではないけど内科や外科もあって、地域の個人病院の中ではかなり大きな方だ。入院治療もあるので夜勤もある。私は委員の創立から勤めている超古株で、過去には看護師長も経験したし、委員の発展の恩恵も十分に受けてきた。家族は早期退職した夫と成人して就職した息子たちがいて、とても充実した日々を送っている。昨年夫の退職に合わせ私も早期退職し、悠々自適な日々になったのに、半年も経たないうちに院長から戻ってきてほしいと連絡が来た。私が退職前に担当していた特別病棟の患者が再入院した時、みゆきさんが担当でなければ嫌だとダダをこねたらしい。それで私はパートで短時間ならという条件で職場復帰することになった。金田は私が退職している時に採用された医師だ。典型的なエリート志向で、院長や他の医師たちの前では猫をかぶるが、医師以外を見下し、周りが看護師や他の医療スタッフだけになると態度を一変させる。
患者に対しても横柄だし、態度が悪くて、医療スタッフの間ではたびたび問題になっていた。自分の思い通りにならないと大声で怒鳴ったり、物を投げたり。患者の前だろうとお構いなしだ。若くて可愛いお気に入りの看護師にはセクハラまがいの行動を取るから始末が悪い。俺が多少きつい言い方をしてもさ、看護師なんだから黙って言うこと聞けよ。なんてシラフで言うのだから、どこのモラハラ夫かと突っ込みたい。私たちが急いで一般外来へと向かうと、廊下の外にまで金田の怒鳴り散らす声が聞こえた。待合室の患者たちも何事かとざわざわとしている。これは一体何の騒ぎですか？私は診察室へずかずかと入り、こほんと咳払いをした。金田先生はちっと舌打ちをする。まったく役立たずどもが、うるせえババア連れてきやがって。すかさず悪態をつかれ、私は内心呆れてしまった。反抗期の子供みたいな口の悪さだ。金田先生、患者さんがお待ちですよ。俺は休憩だって言ってるだろ。可愛い俺の天使との語らいの時間を邪魔するな。みゆきさん、先生がさっきから休むって30分以上スマホゲームしてるんです。眉をへの字にして、金田の脇にいた看護師が私に告げ口する。金田は先月から美女と恋愛するスマホゲームに夢中だった。もう1時間近くになります。医療事務の子がちらっと時計を見て口を挟んだ。金田先生、今はお仕事の時間です。トイレだったりお茶を飲んだり少し休憩するならいいですよ。でも1時間近く患者さんを待たせているとなると話は別です。私は金田に向かってやんわりと注意した。うるせえババア、お前看護師の分際で医師の俺に指図するつもりか。じゃあ宿題やらない子供みたいな真似はしないでください。ふざけんな、俺を子供扱いするな。このゲームはな、限定イベントの時間が決まっているんだ。この時間にやらなきゃうまくキャラを育てられないんだぞ。子供扱いするなと言うなら、子供みたいな態度は取らないでほしい。ゲームのキャラクターより育てなきゃいけないものあるんじゃないですか？人間性とか社会性とか。うるさい、俺は悪くない。大した病気でもないのに次から次に来る患者が悪いんだ。お前たちがうるさく騒いで俺を怒らせるのも悪い。俺のゲームが済むまで待っていればいいだろう。私はため息が出た。ここまで自分勝手な人はなかなかいないだろう。私は長い看護師生活の中でたくさんの偉い人たちを見てきた。社会的に地位が高くて優秀な人たちの中には自己中だったり他人を見下したりする人も少なくない。だけど自分の仕事に関しては手を抜かないイメージがあった。ところが金田は仕事を放棄して自分の趣味を優先する。特にスマホのゲームにドハマりしてからは日に日にひどくなっていた。金田は医師としてどころか社会人としても失格だ。私は金田が万年反抗期の子供のように見える。患者さんたちを1時間近くも待たせてるんです。ゲームは今すぐ終わりにしてください。ババアのくせに、お前、俺の母親でもないのに同じようなこと言いやがって。大声で怒鳴られても、私はビクビクしたり、ひるんだりしない。堂々と睨み返す。金田先生こそ、職場でご自宅のような振る舞いはおやめくださいね。私は先生のお母さんじゃありませんから、本当はこんな子供に言い聞かせるようなこと言いたくないんです。私がなぜこんな態度を取れるかというと、いつ辞めてもいいという気楽さがあったからだ。私はパートだし、子育ても終わっていつ退職してもいい。正社員として雇用され、職を失ったら困る後輩たちが金田から目をつけられるよりずっといい。
それに家に帰れば図体のでかい息子が二人いるから、ひょろっとした金田に脅されたところでそんなに恐怖を感じない。弱い犬がキャンキャン吠えているように思う。これ以上騒ぎを起こせば他の先生方も駆けつけると思いますけど、いいんですか？大騒ぎになって困るのは金田先生だと思いますよ。私は暴言を受け流し、特大の釘を刺す。くそ、減らず口のババアが。周りの医師から悪く思われるのは避けたいのだろう。金田はしぶしぶスマホを置いた。患者を通していいぞ。やっと仕事を再開する気になったようだ。私もほっとしたが、周りのみんなもほっとした。何事もなかったように診察が再開されるのを見届け、私が自分の持ち場である病棟まで戻ろうとすると、駆けつけてきた看護師長に呼び止められた。みゆきさん、いつもごめんなさい。忙しいのに外来まで来てもらって。看護師長から謝られ、私は、いいのよ。あなたたちが目をつけられて、連携がうまくいかなくなるよりはずっといいわ、と答えた。でも、そのせいでみゆきさんが逆恨みされていると思うと申し訳ないのよ。まあ、それはしょうがないわね。誰かが憎まれ役にならなきゃいけないなら、私が一番適任だったってだけよ。私もカナダに負けてなかったから、目をつけられて、特に悪態をつかれているのは分かっていた。でも私は同時に、困った相手には毅然と対応する人が必要だと知っている。今までも看護師に暴言を吐く先生はいたけど、普通はだんだん落ち着いていくのにね。私がつぶやくと看護師長はうなずいた。そうなのよね。金田先生は落ち着くどころか度を越してきてるわよね。院長先生に相談しましょう。私も看護師長も医師たちにはマイペースな変わり者が多いことは知っていたが、さすがに診察そっちのけで1時間近くもゲームをするのは困る。私たちは忙しい合間を縫って金田の素行について委員長に直談判しに行った。ところが委員長は、いい大人でしかも医師がスマホゲームにはまってまともに仕事をしない、患者さんを放置するなんて信じられない、という。私や看護師たちの言い分を疑うわけではないが、あまりに自分と違いすぎて理解できないそうだ。また、金田が院長の前で見せる態度からは想像もつかないため、考える時間が欲しいと言われてしまった。それでも院長は、時間を見つけ、金田と個別に面談する、と約束してくれた。ただ多忙でなかなか時間が取れない院長が、金田と話をするのはだいぶ先になりそうだ。差し当たっては私と看護師長で対応しようと話していた。そんな矢先、また例のごとくスマホゲームをして金田がサボり始めたため、私は新人看護師から呼び出された。私を見るなり金田が嫌な顔をする。バーバー、またお前かよ。お前、俺にゲームやめろって言う以外仕事ないんじゃないか。違いますよ。私は普段特別病棟で仕事をしているんです。どうだかな。特別病棟って大物患者専用のはずだ。ババア、お前確かパートだろ。たかがパートがそんな仕事しているはずない。嘘をつくのも大概にしろ。いえ、本当です。私実はこの病院創立時からいるんですよ。はあ？俺の後に入ってきたくせに何を言ってるんだ。ですから一度退職して委員長からお願いされて戻ってきたんです。バーバー、お前虚言癖もあるのか。救いようがないな。仕事もしないで口ばかりうるさい給与泥棒のバーバー、お前みたいな嘘つきの役立たずはさっさとやめろよ。スマホゲームを注意された八つ当たりだとは分かっている。でもさすがにここまで言われたら私も腹が立った。はあ、いいけど後悔するわよ。パートの分際が何言ってるんだよ。するわけないだろ。パートってのはな、代わりがいくらでもいるからパートなんだよ、バカが。
金田先生、救いようがないのはあなたですよ。人生経験を積んでない若者だからと多めに見てましたけど、もう許しません。私の宣言に金田が言い返そうとした時だ。金田先生、何を考えてるんですか。みゆきさんは我が病院になくてはならない大切な方なんですよ。騒ぎを聞きつけ看護師長が飛び込んできて金田に食ってかかった。私は首を振ってそれを制止する。こうなってしまったらもう現場に私がいない方がうまく回るはずよ。後から正式に辞表を届けて事務手続きを済ませる予定だから。みゆきさんダメよ、あなたの代わりはいないの、困るわ。看護師長がおろおろと言い募る。私は金田に見えないように背を向けてから口に指を当て何も言わないようにジェスチャーで伝えた。長年の付き合いで看護師長も何やら私に考えがあると分かったようだ。それ以上何も言わなくなった。私はもう一度振り返ると金田に向かって、私がいなくても仕事中スマホゲームはやめてくださいねと言ってやる。金田が怒って言い返そうとしてきたが、私はそれを聞く前に素早く診察室から逃げ出した。私はそのまま事務室に寄り事情を話す。実は昨日特別病棟にいた私でなければダメな患者が退院したばかりで、もともと比較的余裕があった。看護師長が私を追いかけてきたから、私は彼女にも自分の考えを説明。同じ特別病棟の看護師たちにも状況を伝えた。本来退職するのは1ヶ月前に言い出すべきだけど、こんな非常事態だからすぐに辞めさせてほしいこと、院長に自分の退職をかけて金田の横暴を抗議したいと話すと、最後にはみんな私の計画に賛成してくれた。そして翌日、退職したはずの私は金田と二人で院長室に呼び出されていた。昨日あれから事務室でささっと退職届を書き上げ、事務の人事担当に渡して帰宅した。その夜、委員長が私の退職届を見て、私のスマホに鬼のように電話をかけてきたのだ。私や看護師長から前もって言われていたのに、なかなか対応しなかったことを平謝りし、とにかく会って話がしたいと私を説得してきた。私が委員長室に着くと、すでに金田が来ていた。委員長、お言葉ですが納得がいきません。こんなババアの使えない看護師と若くて有望で才能のある医師のどちらが必要な人材かわかるでしょう。なんで俺が呼び出されて怒られなきゃいけないんだ。金田は散々委員長から怒られた後のようで、今までかぶっていた猫が取れてブツブツ文句を言っている。まったくさっきから何を聞いているんだこのバカもんが。みゆきさんがいなかったら大先生が言うことを聞かないんだぞ。みゆきさんはな、特別病棟になくてはならない人材だ。だからパートでいいからと無理を言ってきてもらっているんだ。え、まさか特別病棟勤務って本当なんですか。さっきからそう言ってるだろう。金田君、君のように性格に難がある医師には任せられない。政界や経済界の大物ばかりが来るんだぞ。うちの病院には地域のお偉い政治家や大手の会社の社長がこっそり診察を受けたり入院したりする特別病棟というのが存在する。一般の患者たちとは入り口も別だし、守秘義務が徹底されるから看護師や医療スタッフも一部だけ、対応する医師も院長やベテラン医師だけだったりする。金田は腕を買われて入ったものの、医師の中ではまだまだ新人。外来の一般患者への診察をメインで任されていた。逆に私は創立メンバーの超古株の看護師だ。長年付き合いがあるからか、不思議と気難しい大物患者たちも私の言うことだけは素直に聞いてくれる。だから私は特別病棟の専門看護師なのだ。金田君、君は病院で医師が一番偉いと思っているようだが、
それは違う。病院は看護師をはじめとしたたくさんの医療スタッフによって成り立っている。みんなそれぞれの分野のスペシャリストなんだ。我々はみんなで一つのチームなのに、なぜそれがわからないんだ。委員長の言葉に私はじんときたけど、金田は違ったようだ。でも看護師なんて誰でもできますよね。医師とは違いますよ。何を言っているんだ。どちらも免許がなければできないだろう。それを言うなら医師だって免許さえ持っていれば誰でもできる。でもババアのパート看護師と医師の俺なら俺の方が。ぐずぐずと文句を言い続ける金田を委員長はじろっと睨んだ。みゆきさんをババア呼ばわりするのはやめなさい。平均寿命が伸びているこの時代、60歳なんてまだまだ若いんだぞ。それにな、私だって60はとうに過ぎているんだが、君は私のことも使えない年寄り扱いをするつもりかね。大変申し訳ありません。委員長から凄まれ、金田は真っ青な顔になって謝った。私に謝るんじゃない、みゆきさんに謝るように。委員長から言われ、ついに金田は私にも小さく蚊の鳴くような声で、申し訳ありませんでしたと謝罪。金田先生、委員長先生がおっしゃったこと、しっかり胸に刻んでくださいね。金田先生が学生時代にたくさん勉強して医者になったのはすごいと思いますよ。でもね、だからって人を見下していいわけじゃないでしょう。それにいい大人が仕事中にゲームしすぎて注意されるって恥ずかしいことですからね。私から諭され、金田は唇をかみしめてうつむいた。これ以上何も言い返せないのだろう。悔しそうに肩を震わせながら小さくなっていた。その後、金田は院長の勧めで自主退職した。院長は、医療スタッフとうまくやれない医師はうちにはいらないとはっきり言ったからだ。金田の横暴さに腹を据えかねている医療スタッフはほぼ全員だったようで、委員長の宣言から金田に対する風当たりが一気に強くなった。退職するとき、口止め料なのか迷惑料なのかわからないが、金田から私宛に10万、病院のスタッフへと5万お金が支払われた。あの金田がこのくらいで心を入れ替えたとは思えない。でも金田は謝罪というとお金を支払うことしか思いつかないのだろう。大人が素直にごめんなさいと謝って自分の今までの態度を反省するなんて難しいことだ。あの性格を直せない限り、どこへ行っても人間関係が大変そうだ。まあもう縁が切れた人間を心配してもしょうがない。私は院長から頼み込まれ退職を撤回。またパート看護師として特別病棟で元気に働いている。なあ高瀬、お前今からでも帰ったらどうだ。社員旅行当日、予約したホテルのある現地に着いたところで部長が俺に耳打ちした。呆然としていると、さらに部長が追い打ちの言葉を続ける。様々な感情が俺の中を駆け巡ったが、わかりました、じゃあ俺はこれで。俺は諦めたようにそう答えた。だけど部長はわかっていない。俺が帰って困るのは自分自身だということに。俺は高瀬、39歳。以前は中小企業の営業マンをしていたが、今は家具や雑貨を輸入して販売する会社で働いている。俺を含め社員20名の小さな会社だ。俺の最終学歴は高卒だが、恥だと思ったことはない。大学に行ってまで勉強したい理由がなかったし、俺はそれよりも社会人としてのスキルを磨きたかった。それに下の兄弟たちの進学費用にお金を使ってほしいと思っていたのだ。
今の会社はご夫婦で経営している会社のせいか、社長たちと社員の距離は近く、みんな和気あいあいとしている。そんないい雰囲気の環境で、俺は一つだけ問題を抱えていた。高瀬、こないだ頼んだ資料まだかよ。俺が恐る恐る振り向くと、メガネをかけた男性が薄笑いを浮かべて立っている。俺はこの日下部部長に悩まされていた。彼は社長の奥様の弟で、俺よりも長くこの会社に勤めている。頼んだ資料ですか？この時点で俺はまたかと嫌な予感がしていた。部長は大げさにため息をつく。今度の打ち合わせに使う資料作り頼んだだろ？タスクを確認してみても俺の予定にはない仕事だ。どうせ俺の確認不足だと言いがかりをつけて俺に恥をかかせたいに違いない。何言ってるんですか、部長。そこへ明るい声が割り込んだ。向かいのデスクに座る同僚の小木だった。高瀬は自分の仕事の他に今度の社員旅行の幹事もやってるんですよ。それを考慮してあまり仕事を任せすぎないように社長にも言われてたじゃないですか。その資料作りも社長が直々に部長に頼んだ仕事ですよね。俺見てましたよ。そうだったかな。小木の発言に部長は目を泳がせ、そそくさと退散していく。うちの会社は小さいので、役職が上の人でも関係なく、様々な仕事をしていて、資料作成も例外ではない。俺が小木に感謝を伝えると、お前もお前だよ。すぐに言い返さないからつけ上がるんだ。ぴしゃりと言われてしまう。ごめん。でもすごくお世話になった人だし、つい。小木は気持ちはわかるけどさ、と渋い表情をする。俺はさっき話した通り、中小企業の営業をしていた。辞めてもう3年ほど経つ。誰よりも真面目に仕事に取り組んだし、努力を重ねてきたという自負もある。だが、俺は高卒という理由だけで上司や同僚から馬鹿にされ、ストレスから体調を崩して退職した。そんな時に高校時代の友人、小木と再会し、こう言われたのだ。うちの社長に紹介するから面接受けてみれば？小さな会社だから給料はあんま良くないけど、結構いい雰囲気の職場だぜ。前の職場でのこともあり不安だったが、俺はすんなり採用され、職場のみんなに温かく迎えられた。日下部部長も最初は俺にすごく優しかったのを覚えている。俺に親近感を持ってくれたらしい。確かに俺は部長と同じメガネキャラだし、顔のタイプも少し似ている。他の社員に兄弟みたいだと言われたこともあった。そんな部長が豹変したのは今から半年ほど前。俺が結婚すると報告した時の出来事だ。何お前、この子の弱みでも握ってんの？すげえ若いし美人じゃん。ありえねえ。周囲の要望で当時婚約者だった妻との写真を見せていると部長が声を上げた。確かに妻は俺より10歳も年下だ。驚くのも無理はないが、さすがに失礼が過ぎる。いつも優しかった部長の言葉が信じられなくて、俺は怒りよりもただ呆然としてしまった。とにかく部長の嫌がらせはこの時から始まったのだ。周りはただの嫉妬だろうと俺を励ましてくれるが、俺の心境は複雑である。今度の社員旅行を通じて部長とまたうまくやっていけるようになるといいけど。飛行機乗ってリゾートホテルだぜ。
今までは良くて近場の旅行だったからな。お前がいなきゃこんな内容にはできなかったし、それを知れば少しはお前にも感謝するんじゃねえの？ポンと俺の肩を叩き、小木が休憩のために離席する。俺はこれからもこの会社で仕事をしたい。そのためにも部長とはうまくやっていかないとな。俺は一人うなずいた。旅行当日、俺たちは飛行機から降り、空港で次の行き先へ向かうための旅行バスを待っていた。今のところ順調に旅行は進んでいる。一つだけを除いて。実を言うと、旅行前日に仕事のトラブルが起きた。社長と奥様が対応をするため、後から合流する予定になっている。せっかくの社員旅行に水を差したくないから、俺たちが対応しよう。みんなは楽しんでくれ。と社長は言っていたが、大丈夫だろうか。夕方には合流できそうだと連絡はあったが心配だ。昼食の場所は予約してあるし、観光は自由時間で、集合時間は…俺がスケジュールを確認していると背後から声がかかる。高瀬、お疲れ。妙に上機嫌な部長に俺はぎくりと硬直した。草壁部長、どうされたんです？少し離れた場所で小木がこっちを伺っているのが見える。部長は不自然なくらいニコニコしながら俺にだけ聞こえるように耳打ちした。なあ高瀬、お前今からでも帰ったらどうだ？ありえない言葉に俺は戸惑う。え？やだな部長、変な冗談は。俺が曖昧に笑って受け流そうとすると、さらに部長は言葉を続けていく。だって高級リゾートに宿泊するんだぞ。高卒なんか一緒にいたら会社の恥だ。品格が落ちるから今すぐ帰れよ。あとは責任持って俺が引き継ぐからさ、な？底意地の悪い部長の笑顔を眺めながら、俺の中でいろんな感情がぐるぐると渦巻いた。現地に到着してから行ってくるところに悪意が透けて見える。これがきっかけで部長ともまたうまくやれるかも、なんて考えていた俺がバカだった。他のみんなには申し訳ないですが、部長がそこまでおっしゃるなら仕方ありませんね。わかりました。じゃあ俺はこれで。不穏な空気を察したのか、小木がこっちへ近づいてくる。目的のバスがちょうど空港の敷地にゆっくり入ってきて、社員たちがざわつき始めたところだ。部長はにやけ顔で小木に説明する。高瀬は急に具合が悪くなったようで帰るそうだよ。は？部長、またこいつに何か。小木が部長に食ってかかろうとしたのを俺は引き止める。俺が黙って首を振るのを見て、小木は盛大にため息をつく。なら俺もここで帰ります。せいぜい責任持ってこいつの代わりに幹事を全うしてくださいね。部長は満足そうにうなずき、俺の手から旅のしおりをひったくる。俺が人数分作ったもので、俺のは漢字用の特製仕様だ。部長はページをめくりながら、お前すげえいろいろ書き込んでんな。こりゃ参考になるぜ。俺がしっかり有効活用してやるよ。部長は自分の荷物にしおりを乱暴にねじ込む。部長はみんなの元へ合流し、俺の代わりにバスに誘導していく。俺たちの不在に気づかれないよう、社員たちの乗車をせかしていた。バスが発車したところで、窓際に座った社員数名と目が合う。佇む俺と小木を見て、誰もが驚いた顔をしていたが、無情にもバスは通り過ぎていく。みんなに悪いことをしたかな。だってホテルは。遠ざかるバスを見送り、
俺はぽつりとつぶやいた。俺から事情を聞いた小木が吐き捨てるように言う。あいつが帰れって言ったんだろ？お前は悪くねえよ。それで他の奴らが困っても全部あいつの責任だ。もはや部長とも呼ばなくなった様子から小木の怒りが伝わってくる。それよりさ、どうせこのままトンボ帰りは無理だろ？会社も休みだし、俺らは俺らで観光を楽しもうぜ。それから帰ったって罰は当たらないだろ。俺を励ますように小木は強く俺の背を叩く。ちょ、痛いって。でも、そうだよな。それじゃあ手始めにちょっとこの辺で何か食べようか。俺はスマホを取り出して検索を始めた。数時間後、俺のスマホが振動する。表示された名前を見て、俺は電話に出た。おい、さっさと出ろよな！開口一番大声が響き、俺はスマホから耳を離す。俺はスピーカーモードにして対応する。部長、何かご用ですか？自分が幹事を代わるから、俺に帰れって言ったくせに今更何なんです？高卒の俺が一緒に高級リゾートに宿泊すると品格が下がるんでしょ？俺にしては嫌味な言い方に面食らったようだ。電話の相手、日下部部長は口ごもった。それは確かに言ったが、今はそれどころじゃないんだ。歯切れ悪く、しかし切羽詰まった様子が声から伝わってくる。俺は笑いそうになるのをこらえ部長に尋ねた。もしかして観光の自由時間が終わってもみんな戻ってこないとか？それとも予約した高級リゾートにチェックインできないとか？お前、なんでそれを？図星と言わんばかりに部長の声はうろたえている。どっちも正解らしい。俺のスマホに向かってある人物たちが口を開いた。日下部部長、本当に君にはがっかりだ。ほんと、子供じみた嫌がらせをして高瀬君たちに謝りなさい。その人物とは社長と奥様だ。俺の後ろでは部長以外の社員が全員揃っており、うんうんとうなずいている。社長に姉貴？なんで？電話の向こうで叫ぶような部長の声が響く。ちなみに部長以外の社員は全員ここにいます。さらに部長がえっと間の抜けた声を上げる。俺と小木、そして社員たちは顔を見合わせて笑いを漏らした。今から数時間前、俺と小木は部長たちのバスが見えなくなってから近くで腹ごしらえをした。せっかくだから観光をと小木に同意したものの、やはり俺の心はかなり傷ついていたようだ。正直食欲も湧かないし、テンションも空元気になってしまう。そんな俺の様子を見て、やっぱ無理すんなよ。土産だけ買って帰りのチケット取れるか確認に行こうぜ。と俺を気遣ってくれた。ごめん、ありがとな。小木が一緒に残ってくれてよかったよ。おい、気持ち悪いな。やめろよ。俺は日下部が気に食わなかっただけなんだからな。ツンデレかよ。と、俺は内心ツッコミを入れる。え、高瀬くんに大木くん？どうしたんだい？帰るためのチケットを手配するように空港の受付に行くと、思いがけない人物と遭遇した。社長夫婦が俺たちを見て目を丸くしている。合流は夕方以降になると聞いていたが、どうやらトラブルが早く解決したらしい。俺たちが事情を話すと、社長夫婦は部長に対してかなり呆れていた。
社長たちは何も悪くないのに、俺たちに向かって頭を下げる。日頃、注意が足りなかったせいよ。私の責任だわ。特に部長の実の姉である奥様は、かなり申し訳なさそうだった。奥様はこう言うが、普段から部長に注意してくれていた方だ。嫌がらせなんて大人げない。パワハラで会社から追い出すわよ。弟だからって容赦しないからね。と、叱りつけていたのを見たこともある。俺たちがそんな話をしていると、俺のスマホにメッセージが届いた。送り主は部長と一緒にバスに乗った社員で、部長以外のみんなを代表して送ってきてくれたようだ。今の時間は確か自由時間で、各自で観光を楽しんでいる時間のはず。それを利用して部長の目を盗んだのだろう。メッセージは俺たちを心配し、どこにいるのかを尋ねている。俺たちの事情と空港にいること、そして社長夫婦とも合流したと伝えると、今からみんなで俺たちの元へ行くと返事が返ってきた。俺が事の経緯を話し終わると、部長は悔しそうにうめき声を上げる。部長は自由時間が終わってもみんなが戻ってこない上、バスまでなくなっていると気づいたそうだ。ちなみにバスは置き去りになった社員がいる、とみんなが事情を話して一仕事してもらったらしい。みんなに連絡しても繋がらないし、ホテルはチェックインできないし、本当に最悪だ。後で知ったのだが、社員たちはこの時すでに部長をブロック済みだったんだとか。仕方がないと思った部長はタクシーでホテルへ向かったそうだ。だが、それも徒労に終わる。なぜなら宿泊予定だったホテルは会員制のリゾートホテルだ。会員じゃない部長が泊まれるわけもない。俺はとうとう吹き出した。そこのリゾートホテルは、俺が会員だから宿泊できるんですよ。部長が行っても意味はないんです。残念でしたね。心底悔しそうな部長のうめき声が再び響く。なんでお前がそんな、会員制とか聞いてない?俺が前の職場にいた時、ストレスで弱っていた俺を案じて、親戚がリゾートホテルの会員権を譲ってくれたのだ。年会費など色々とお金はかかるが、当時の俺は今より稼いでいたし、ホテルからそこまで遠くない土地に住んでいた。たまの休暇、リゾートホテルでの贅沢な時間によるリフレッシュ。おかげでギリギリまで前の職場で頑張れたのだ。しかし転職してから収入が下がったことで、そろそろ解約をと本格的に考え始めていた。それなら最後に社員旅行の宿泊先にしたら?と妻が提案し、俺もそれはいいとアイデアに乗ったのだ。相談した小木屋社長夫婦も太鼓判を押してくれた。ふざけんな。頭をガシガシとかきむしるような音が聞こえ、部長は怒鳴り声を上げる。なんでこうなるんだよ。お前をのけものにしてみんなで楽しむはずが、なんで俺一人惨めな感じになるんだ。因果応報ってやつじゃないですか。俺の言葉が勘に触ったのか、部長は俺に対して本心を吐き出していく。はあ?俺に恥をかかせやがって。そもそもな、冴えないメガネの中年のお前が、なんで一回り近く年下の美人と結婚できるんだよ。お前の方がみんなに好かれてるんだよ。高卒のくせに、大卒の俺より劣ってるくせに。俺より下だから優しくしてやってたんだ。なのに、かな、裏切り者。部長の本心は決して意外ではなかった。俺の結婚報告から部長の態度がおかしくなったから、
嫉妬など個人の感情によるものだと察するのは簡単だ。俺は最初、部長が優しい人物だと思い込んでいた。しかし実際は、部長は俺を見下していただけに過ぎなかったのだ。俺含むその場の全員が部長の本音にドン引き状態。部長は自分に似た俺を下に見ることで自尊心を保っていたのかもしれない。だけど俺には関係ない話だ。今までも今回の部長の振る舞いも到底許せなかった。あなたにお世話になったのは事実ですから、ずっと嫌がらせも我慢してました。でももう限界です。俺は決してあなたを許しませんから。そばにいた社長も口を開く。妻の弟だからと甘く見た僕の落ち度だ。妻も厳重な処分をと言っているから覚悟しておくんだね。俺の後ろから小木と社員たちがそうだそうだと声を上げる。厳重な処分という言葉にひるんだのか、部長の態度はコロリと変わった。おい、嘘だろ？俺を見捨てるのか、姉貴？わかった。なあ、高瀬、俺謝るよ。今空港にいるんだろ？急いでそっちに向かうから。盛大な手のひら返しに、俺は呆れてもう何も言えない。もう一度みんなで、社員旅行の仕切り直しと行こうじゃないか。俺が黙ってる間に部長は一方的に電話を切る。速攻で俺と小木は部長をブロック。そして俺たち全員うなずき合った。考えは一致しているようだ。そのまま俺たちは待ってくれていたバスに乗り込む。目的地は予定通り、会員制のリゾートホテル。今度は俺がいるから何も問題ないだろう。部長の言う通り、社員旅行の仕切り直しだ。部長とは入れ違いになるだろうし、一人途方に暮れる部長の顔が見れないのは残念だが、俺は晴れやかな気持ちでバスの座席に座った。社員旅行から戻って1ヶ月。今や草壁の席は空席になっている。激怒した社長夫婦により、草壁は解雇となったのだ。もともと勤務態度が不真面目な点、俺への嫌がらせ問題など散々注意されていたので当然の結果だろう。すまなかった。最後にぽつりと俺に謝罪して、そそくさと去っていく後ろ姿は、惨めという一言に尽きる。いい年した大人が子供じみた嫌がらせをしたことで、草壁は自分の居場所を失った。嫉妬や劣等感は誰にもある感情だと思う。だけど、それを免罪符にするのは大きな間違いなのだ。